皆さんこんにちは、スピーチャーリッチサンリンです。今日もありがとうございます。このチャンネルでは一粒万倍日、巳の日、虎の日といった縁起のいい開運日の情報を毎回配信していまして、明日は開運日の虎の日がやってくるということで、今日そのことについて皆さんと分かち合いしたいと思います。今日お話しするトピックは、一つ目が虎の日って一体どんな日なのか、その基本情報についてお伝えします。そして二つ目が、虎の日にやるとお金に恵まれる開運アクションと、皆さんのモチベーションが上がるような視聴者様からの嬉しいご報告。三つ目が、明日の虎の日にぜひやっていただきたいワクワク開運アクション上級編。そして最後に、このチャンネル恒例の遠隔参拝動画についてのお知らせをしていきますので、今日もぜひ最後までご覧ください。それでは一つ目のトピックの虎の日ってどんな日なのかっていうことについてなんですけれども、虎は動物の虎のことです。虎は中国では古来から金運の象徴というふうにもされているんですけれども、足がとっても速くて千里を一瞬で行ってまた千里を帰ってくるという言われがあるんですね。この千里っていうのは 3900km のことなんですけれども、そんな距離を一瞬で行って帰ってくるっていうことなんです。だからお金を使ってもすぐに戻ってくるとされているんですね。そしてお金以外のことでも旅行にも縁起がいい日とされています。この虎の日に旅行に出かけて遠出をすることで無事にまた帰ってこれるという、とってもありがたい吉日なんですね。お金にまつわるお願い事や遠出に関することは、この虎の日を選んでみると願いが叶いやすいとか、ご利益が受け取れるというふうにされていますので、この虎の日にやるとさらに開運が期待できるアクション、これを2つ目のトピックとして今から詳しくお伝えしていきたいと思います。この虎の日にやるといい開運アクションなんですけれども、さっきも言ったようにお金にまつわることですね。新しい財布を購入したり使い始めるとか、財布の掃除や整理整頓、あとは宝くじの購入、そして投資をするっていうこと、銀行口座の開設もいいですし、会社や事業の設立、あとはクレジットカードを作るとかもいいですね。通帳の記帳とか、旅行や出張、引っ越しをする、また毘沙門天が祀られている神社仏閣に虎の日詣に行くっていうこと、車の納車や大きな買い物、そういったものも縁起がいいとされているんですよね。あとはこの虎の日は開運日で唯一のお金の融資を受けても OK とされている日ですので、事業や人生を発展拡大したい方はこの日に融資を受けることでスムーズに後々返済ができるというふうにも言われています。あとはさっきも言ったような旅行をこの日にするとか遠出をしてみるっていうのもご利益が受け取れる開運アクションとされています。それで次は開運アクションの上級編をお伝えしていきたいんですけれども、その前に今日はさらにこの開運アクションが楽しくワクワクするように、前回虎の日の上級編の開運アクションをされた視聴者様が引き寄せられた嬉しいご報告を少し皆さんと分かち合いしていきたいと思います。ちょっと読み上げていきますね。サンリンさんこんにちは。これまで私は開運日が気になりつつもなかなか行動ができなかったんですが、先日の虎の日にサンリンさんがシェアしてくれた上級編の開運アクション、不要品を売ってみるというもの、これに初めて挑戦してみました。もしかしたら使うかもしれないからと取っていたものをこの際思い切って断捨離してみようと思いまして、不要品をかき集めて近所のリサイクルショップに持っていきました。そしたらなんと1万円以上の値段がつきました。私にとってこの1万円はとっても大きい金額ですし、不要品とさよならした後とっても心が軽くなる感じがあって、手放した後の爽快感までも味わえて本当にいいこと尽くしでした。同時にサンリンさんがよくおっしゃっているアウトプットすることの大切さについてすごく理解できました。アウトプットしていくことがいい引き寄せを起こしていくんだなと実感することができました。ほんの少しですけれども引き寄せ方が分かったような気がしました。何より情報をシェアしてくれたサンリンさんに大感謝です。本当にありがとうございました。はい、埼玉県にお住まいの M さんからいただいたご報告でした。M さんありがとうございました。そしてその行動力が本当に素晴らしいですね。おめでとうございます。皆さんどうでしょうか。
M さんのご報告を聞いて、ちょっと明日何かやってみようかなという気持ちになってきませんか？はい、それではですね、いよいよ3つ目のトピックなんですけれども、この M さんが前回このような素晴らしい過ごし方をされた上級編の開運アクションなんですけれども、さらにさらに開運効果が高まるワクワク開運アクション上級編を今からお伝えしたいと思います。明日の開運アクション上級編は診察に両替するということです。診察に両替するということ、診察がお財布に入っているとき、診察を受け取るとき、診察を差し出すときってどんな気持ちがするでしょうか。まあ、嫌な気分になる人っていないんじゃないかなって思います。これ清々しいですよね。診察に触れたり見たりすると気分が上がる方ってとっても多いと思いますので、明日は1万円分でも10万円分でもあなたの好きな額を診察に変えてお財布に入れてみることをお勧めします。そしてその両替した診察も気持ちよく送り出してあげることで、さらにお金に愛される体質に近づくことができます。診察だから使うのがもったいないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、お金を留めておくことっていうのは循環がストップしてしまいますので、無駄遣いだけは気をつけながら診察を使うこともちゃんと意識していただきたいんですね。虎の日に使うとまた帰ってきますから、診察さん、まあ、お金さんということですね、行ってらっしゃいというような気持ちで見送れると、あなたもお金さんに愛されるかなりの上級者になっていきますので、ぜひこれは意識なさってみてください。銀行の窓口じゃなくてもATM の横に両替機を設置している銀行さんもたくさんありますので、ぜひ明日は診察に両替して気分を上げて気持ちよくそのお金も循環するようにしてみてください。カード払いがメインの方はカードをきれいに拭いたり、そのカードに感謝を伝えるっていうのもおすすめの開運アクションですので、これもぜひやってみてください。はい、それではですね、最後のトピックになります。明日虎の日の遠隔参拝エネルギー動画についてのお知らせをしたいと思います。虎の日は虎と深い関係がある毘沙門天が祀られている神社仏閣の参拝動画をこのチャンネルのストーリー機能を使って公開しています。明日の遠隔参拝動画は兵庫県の淡路島にある覚十寺のエネルギー動画を朝9時に YouTube ストーリーに公開します。淡路島七福神巡りの一つでもあって、淡路島最古のお寺としても有名な場所です。この覚十寺には毘沙門天が祀られていまして、明日のストーリー動画を見た後に毘沙門天のエネルギーを下ろしてご利益をいただくためのマントラ、これ御神言というものですけれども、このマントラを唱えるっていうのもこのチャンネル流の開運アクションでもあります。そのご利益を受け取ることができるマントラはこういうふうに言います。オンベイシラマンダヤソワカ、もう一度言いますね。オンベイシラマンダヤソワカです。このマントラをこの覚十寺の遠隔参拝動画を見終わった後に108回唱えてください。108回唱えることでさらにご利益が期待できますので、ぜひ明日の開運アクションと一緒に取り入れてみてください。この遠隔参拝動画では本当に毎回数十万円から数百万円の引き寄せが起きましたというお声をいただいていまして、今までの最高は2000万円ですかね。遠隔参拝動画を見終わってマントラを108回唱えたら次の日に2000万円が引き寄せられてきたというお声も以前いただいたことがあります。それくらい強力な開運アクションですので、ぜひ明日やってみてください。でもし今回ご報告いただいた M さんみたいにこの動画でお伝えしたことを参考にして効果を感じたことなんかがありましたら、ぜひ動画のコメント欄もしくはツイッターのメッセージ機能や僕のメルマガで公開しているメールアドレス宛にメッセージなどでご報告いただけましたら嬉しいです。はい、では明日も皆さんにたくさんの素晴らしいことが舞い込んできますように。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチサンリンがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。